奥モミジハグマは、菊花モミジハグマ族の多年層。モミジハグマを分類上の基本種とする変種。地下系があり、地中を横に生う。茎は直立し、高さは40から80センチメートルになり、茎には、長毛が、まばらに生える。葉は、茎のチューブに、やや臨成状に4から7枚付き、長さ5から13センチメートルになる傭兵があり、身は、 長さ6から1 2トル、幅6から1 8トルの人身形、または遠心型で、円は手のひら状になの朝体中列し、円に虚子があり、葉の両面にまばらに難毛が生える。夏季は8から10月。登場過剰は水上に多数付き、開花時には横向きになり、花柄は長さ2ミリメートルで小さいツトがある。双方は、 長さ12から15ミリメートルになる狭い筒型、双方辺は多列あり、福瓦状に並び、乾いた膜質で、外辺はごく短い甲ラン形、内辺は長く幅2から3ミリメートルの長大円型になる。頭花は3個の筒状花からなり、果敢は白色で4から5列し、左右総称、列辺は線形でよじれる。果実は、 長さ9.5ミ、mm、リメートル、幅2ミリメートルになる無毛の痩せかで、上段に、長さ11ミリメートルになる羽毛状の寒毛がある。日本では、本州と九州の北部に分布し、産地の木陰に生育する。日本以外では、朝鮮半島、中国に分布する。分類上の基本種であるモミジハグマは、本州の関東地方以西の太平洋側、四国、九州に分布し、 ヤマの木陰に生育する。奥もみじ歯熊と比べ、葉が、より深く切れ込む。奥もみじ歯熊は、奥紅葉白熊のことで、紅葉は、葉の形が楓に似て、奥は、基本種のもみじ歯熊より北に分布するので付けられた。また、白マとは、薬の尾の毛で作った槍や、株と、僧侶の保湿の飾りを言い、果敢の細長い列片の様子を白マに見立てたもの。 ありがとうございます。